させていただきたいと思います。で、まあ、提供としては、ね、全ての戦略を DBC で提供させていただきます。で、まあ、注意としてですね、今回ちょっと申し訳ないんですけど、なんかこういう入門自然言語処理とか、なんかデータマイニングがすぐに分かるおすすめ本10冊まとめとか、そういうモリモリ数式とかは今回全然出てこなくて、じゃあ今回何の話をするのかっていうと、まあ簡単に言えば勧誘ですね。来年からちょっと辞めたりするんで一緒に働いてくれたりする人いないかなっていうふうに勧誘のために今日話をしに来ました。で、まず自己紹介として、僕は Twitter で Y レンジョンっていう名前に分けて、ブログがこの D ハトダムのウェポーズっていう ID でやってます。で、この住んでるのはここですね。この茨城のつくば市に住んでて、この中華線の TX 乗って、北千住の中華線乗り換えて、根津までこう通ってるっていうふうなことをやってます。で、働いてるのが2009年の5月から働いていて、で、まあ、じゃあ簡単に仕事内容の話をしていきたいと思います。で、まあ、一言で言えば何やってるのかっていうと、NLP っていうことで、NLP って分かる人いらっしゃいます？役目だけで。はい、はい、3名ほどありがとうございます。で、まあ、NLP って何かっていうと、自然言語処理で、で もっと言うと、まあ、文章とか日本語のこうあれを対象にいろいろするっていうのをやってます。で、まあ、簡単に言えば、基本的にはとりあえず、まあ、文言語を読んだりしてですね、いろいろやってんですけど、で論文、とりあえず働いて1年半ぐらいで、読んだ論文が仕事中だけで50本ぐらい、まあ、適当にざっと話しとかも含めていろいろ読んでて、これ読んだやつをざっとまとめると、こんな感じでテーマがあってですね、これをタグクラウドを作ったんですけど、まあ、ちょっとこれ見てもらうと分かるんですけど、なんかグラフとかサンプリングとかドキュメントとかモデルとか重さとかクエリとかトピックスとか、まあ、いろいろ出てきてですね、まあ、まあ、大まかに分けて3タイプぐらいのものなんですけど、まあ、こういう内容も読んでます。で、まあ、いっぱい数式があるんですけど、この話しても自分の皆さんにも意味不明で、僕も半分ぐらいしか理解してなくてですね、で、これ全部話す退屈なので、じゃあどんなことやったらっていう成果物の話だけをちょっとしたいと思います。で、まず最初になんかクラルチャーっていうのあれがですね、あってですね、こういうなんかパテントアーカイブスっていうのがあってですね、これ何やったかっていうと、特許工法っていうのがあってですね、特許工法って何かっていうと、企業がこういう特許を取りましたよみたいな、で、中身はこういう技術を使ってますよみたいなのが、まあ、公式な情報として、まあ、毎月、とか出るんですけど、それを集めたやつを、まあ、5年分とか5年分で43万件あってですね、それをちょっと使って、で、年代別にその特許を見ればその業界がどういう技術の編成をしているかとか分かるんじゃないかなみたいなのを考えて、年代別で業界分析をやろうかなというふうに考えました。で、その時に使った手法っていうのが LDA っていう手法で、 LDA ご存知の方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。LDA っていうのはですね、レテントディリクレアロケーションということですね。これ何やってるか、なんか同じモデルでゴル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 やってるんですよ。サンピングとかしてですね、まあ、パッと簡単に説明するのがクラサリングみたいなものをやりましょうっていう話です。で、クラサリングに時系列を加えてクラサリングをやろうっていう話です。で、これが結果がこんな感じで、これ何かっていうと、色がそのクラスターです。で、特許の年代が91年から2006年くらいのデータを使って分析をすると、この例えばこの薄い水色を見ると、なんか92、3年で多くなって、また一気に減るんだけど、また後半の年に一気に量が多くなるみたいな、そういう分析ができるんです。で、例えばあとは、この薄緑色の、ちょっと薄さが分かりにくいんですけど、ここだとなんか96年から2002年くらいにかけて、ざーっとこう、一気に増えて、あとだと出てこないみたいな、そういうのが分かったりしました。でですね、これやっただけじゃつまらないので、2010年の10月29日に画序園でですね、スポットファイヤーっていう製薬系とかで使われているなんか分析環境があって、そこのユーザー会でアカデミアセッションっていうのを用意していただいて、その中で、まあ、DBC レースを皆さん話したんですけど、その中で一つに、まあ、僕も特許方法を自家しないの処理で研究を開始するように、スポットファイヤーによる可視化みたいなのを発表させていただきました。で、もう一つあって、このジャスニーチャーっていうのがあって、これまたなんか略語でアホだって話なんですけど、まあ、ジャーナル最初友人メドライっていう話で、メドラインって知ってる方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。メドラインっていうのはですね、何かっていうとですね、こう、論文の検索サービスです。じゃあ、サイニーって知ってる方いらっしゃいますか？じゃあ、Google スカラー知ってる方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。でですね、まあ、アメリカでやってる、こう、生命科学系とかの論文の検索サービス
じゃあジャーナル検索サービスみたいなのを作りましょうということでちょっと試して作りました。で今度は LSH っていう技術を使ったんですけど、 LSH ってご存知の方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。LSH っていうのはですね、ローカリティセンシティブハッシングっていうですね、これ何をやってるかっていうと、なんかデータの中から似たようなデータを探すときに高速にかつ、ある程度精度が高く検索できるっていう、まあそういう手法があります。でそれを使って検索システムを作りました。でそれは今、http://g86.dbcsjp/jas/ で、まあ、公開してるんですけど、ちょっと今、サーバーの状態が不安定なので、ちょっと多分、ちょっと難しいと思います。で、でいろいろなんか技術の話をしてて、なんかお前技術の話しに来たんじゃないって言ったんだろうっていう話なんですけど、じゃあ本題で、何かっていうと、DBCLS では来年からのリサーチアシスタントという、リサーチアシスタントを募集してます。簡単に言えば。で、まず、大雑把に分けると結構2組ぐらい、2組か3組か、2組ぐらいだけど、まず1つ目は統合 DB を作る人で、統合 DB っていうのは、生命科学系におけるこう実験用ツールとか、あとデータベースとかの使い方を紹介するとかいう動画なんですけれども、それを作っている方々がいてですね、で、まあ、基本的にそういう方々は今、生命科学系の人が、まあ、作ってて、何でかっていうと、まあ、背景知識がないとそういうの作れないじゃないですか。でまあ、そういう方々が作ってます。で、もう一ついてですね、まあ、自然言語処理の人っていうのがちょっと必要だなと思っててですね、まあ、自然言語処理っていうのは先ほど話してた文献情報とかからいろいろものをやってなんか作ったりなんか分析したりっていう仕事なんですけども、まあ、文献情報って基本的にこの分野結構腐ることがあってですね、まあ、もったいないから有効活用したいなみたいな話になってます。で、自然言語処理の人っていうのは基本的に生命科学系じゃなくて、まあ、情報系の人での方がいいし、まあ、情報系の人の技術が活かせればいいなっていうのを考えてます。で、自然言語処理
き集めて、それを人手でそのポストの中にある位置情報をコピペして地図情報に貼り付けて登録するっていうのを異常に繰り返していてですね、でこのボランティア集団が実はアクティブに動いているのが今10人ぐらいしかなくて非常に人が足りないんですね。 でこれどういうふうにじゃなってるかというと、例えば今重点的に登録されているのが安否確認で、こういうふうに例えば誰かがツイッターで〇〇さんの安否が消息が知りたいです、〇〇さんに住んでたはずの〇〇さんの安否が知りたいですっていうポストを投げるとボランティアがそれをかき集めて、おっと重いかな、こういうふうに位置情報と組み合わせて、まあ、レポート化するっていう仕事をやってるんです。で今僕も一昨日ぐらいからそれをお手伝いしてるんですけど、全然人が足らなくてですね、誰かがそれを手伝ってくれる人がいれば、まあ、こういうふうにこの位置情報に対して、これでもまだ集まったツイッターのポストが6万件ぐらいあって、でレポートがされたのが3000件ぐらいしかないので、全然本当に人が足りなくてです、ね、例えばこんなふうに被害に行って、河合市長